暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はミニマリストになるためにおさらいということで、過去の動画を考察おさらいしたいと思います。この動画を見ることによって、必要最低限で暮らすミニマリストの思考法を学ぶことができます。それでは早速参りましょう。ミニマリストになるにはどうすればいい？お片付け研究室の動画では、これまで多くのお片付けジャンルについて取り扱ってきました。今回はその中でもミニマリストに注目し、ではミニマリストになるにはどうすればいい？ということでおさらいしていきます。必要最低限のもので暮らしていくというミニマリスト、 SNS やこちらの YouTube でもミニマリストの方をたくさんお見かけしますが、ミニマリストは昨今一つの文化として確立してきたと言っても過言ではありません。一方で、最低限のもので暮らすなんて正直難しくないの？と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。でもミニマリストを名乗れたら、家も自分の心もすっきりする未来が見えるような、少なからず憧れ感、かっこよさを感じる方もいらっしゃるでしょう。そこでミニマリストになるにはどうすればいい？という本題になりますが、お片付け研究室としてはミニマリストを目指すあなたに向けた動画を厳選してみました。ミニマリストに興味がある、なりたいという方はぜひ最後までご覧ください。ミニマリストになるために、今回はこちらの3本の動画をおすすめします。片付ける空間、時間を見直すことでミニマリストになれる、新時代のサービスを活用してもっと身軽に生きよう、物と人との関係を手放すことで自分らしく生きる、ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。片付ける空間、時間を見直すことでミニマリストになれる。最初にご紹介するのはこちらのテーマで配信した動画です。こちらは片付けが苦手な方でもミニマリストに近づく方法、片付け苦手というスタートからどのように片付けを始めていったのか、ミニマリストだけでなく片付け初心者に向けてもヒントを取り上げています。参考にした本はこちら、エリサさん著、物欲があるのにミニマリストやってます。買い物が大好きで物がたくさんあった著者エリサさんが、どのようにミニマリストになっていったのか、ミニマリストとして生活していく方法、考え方のコツなど書かれた本です。お片付け研究室の動画では、注目したい考え方として、空間、物の価値を見直すことで片付けの手間から解放されるということをご紹介しました。また具体的な内容として3つポイントを取り上げました。 1. 何もない空間の柔軟性。何も物を置いていない部屋を作ってみる。すると、その空いたスペースで何をするか、たくさんの選択肢、可能性に満ちているということを取り上げました。 2. 片付けを後回しすると損する仕組み。片付けがめんどくさいから後回しを習慣化してしまう。すると綺麗な部屋で過ごせたはずの未来がどんどん遠のくなど、損していますよという内容でした。 3. 部屋の状態と心の関係。片付け苦手だった著者がどのように片付けに目覚めたかということ、また、心が荒れていれば部屋が荒れているという内容で取り上げました。こちらの参考にした本、動画が気になった方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。新時代のサービスを活用してもっと身軽に生きよう。続いてご紹介するのはこちらのテーマで配信した動画です。こちらはミニマリスト流の身軽になれるスマホ活用術について取り上げています。お片付けではなくいきなりスマホ？と思われるかもしれませんが、ミニマリストになるためのきっかけは何でもいいんです。物理的に物を減らす以外にも、ミニマリストの考え方として節約、時短になる道具を取り入れていくということもあります。スマホの活用術を身につけることでミニマリストの思考に一歩近づけるでしょう。参考にした本はこちら、飯島彩香さん著、スマホ一つで暮らしたい。ミニマリストである著者によるスマホのアプリ、ネットの活用術などおすすめの方法について書かれた本です。お片付け研究室の動画では、注目したい考え方として、新しい便利なサービスはどんどん活用しようということでご紹介しました。また具体的な方法として3つポイントを取り上げました。 1. キャッシュレスでお得に財布のスリム化。PayPay などアプリ決済を利用することのメリット、
またお財布を整理し現金を持ち歩かないメリットについての内容でした。2、アプリ活用でもっとミニマルに。電子書籍、音楽ストリーミング、カレンダー、カメラ機能など、それまで物理的に集めていたものをデータ化して管理していくことのメリットについての内容でした。3、新しいネットサービスを上手に使おう。ホテル予約、ショッピング、宅配クリーニングなど、ネットで注文できるサービスを利用するメリット、フリマアプリについてもご紹介しました。こちらの参考にした本、動画が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。物と人との関係を手放すことで自分らしく生きる。ラストにご紹介するのは、こちらのテーマで配信した動画です。こちらでは、肩肘張らないミニマリストとして、どのように所有するもの、また人間関係の必要不要を厳選していくのかという考え方を取り上げています。参考にした本はこちら。森明子さん著、脱力系ミニマリスト生活。物欲を自己コントロールするテクニックや必要なものの定義などについて書かれた本です。お片付け研究室の動画では注目したい考え方として、物との関係、人との関係で何が必要、不必要なのか、入り口を意識するということでご紹介しました。また、具体的な内容として3つポイントを取り上げました。1. 物を手放すためには未来を設定する。自分の欲望に正直になり目標を設定する。しかし曖昧な目標設定でなく、物を手放したらお金持ちになる、物を手放したら趣味に没頭するなど具体的な目標を決めましょうという内容でした。 2. 中古品をあえて使うことの勧め。ミニマリストである著者はあえて中古の良い家具を使っている。そのエピソードやコツについて取り上げました。3. 頑張りすぎて持ちすぎない方がいいもの。お部屋や心身までもスッキリできる方法として、ミニマリストである著者がこれは持ちすぎない方がいいですよとお勧めしているもの。特に食材、ママ友、お客様用食器を取り上げました。ミニマリストになるには物だけでなく変に見栄を張っていたこと、また人間関係までもシンプルにしていくことが必要になります。世間の目に振り回されて心をざわざわさせるよりは、例えば自分の心、人間関係からミニマルな暮らしを実現していくという方法も悪くないです。こちらの参考にした本、動画が気になった方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。では最後に、ミニマリストになるにはどうすればいいというテーマに対して、お片付け研究室としての考え方をまとめてみました。片付け苦手なら、まず物を手放し、何もない空間の具体的な未来目標を設定する。きっかけは何でもいい。スマホで時短、節約の暮らし方を習得するスタートも OK。悩みを抱えないために、見栄を張らず人間関係をスッキリさせる方法を実践していく、ということでした。この動画を作るにあたって、ミニマリストについていろいろ調査する中、ミニマリストの皆さんに共通していたのは、その生き方に誇りを持っていらっしゃるということがとてもお見受けできたのでした。自分のライフスタイルはこれと決まっている。それって皆が皆できることではありません。でもコツがわかり、方法がわかれば、できないことはないライフスタイルでもあるのです。ミニマリストについての過去動画、この機会にもう一度振り返ってみると新たな発見があるかもしれません。ご紹介した書籍もぜひご一読いただければ幸いです。以上でミニマリストになるためにおさらいの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した動画や本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。